続いてのアイテムはこちら。デデン、ドン、ドン。カシャ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 、カシャカシャカシャ。機材です。ワンムーブチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。こんにちはか。はい、コウキです。今日は、僕に欠かせない重要なアイテムを紹介したいと思います。要チェックだ。まず一つ目のアイテムは、あ、出た。パソコンです。はい、このパソコンは編集、僕は動画もやってるんで編集したり、あとは曲の編集もそうですけど、レッスンでも使えますし、もう本当に仕事全部これでやってるような感じなので、本当にね、これがないと僕は仕事ができないので、もっとねいいやつ買えるように頑張っていきたいと思います。パソコンです。はい、続いてのアイテムはこちら。ででん、スピーカーです。はい、このスピーカーは、僕は出張レッスンに行くことが多かったり、外でね練習する時もあるので、これはもう本当に大事です。イヤホンとかをして練習する時もあるんですけど、まあ、実際はバトルとかもこうイヤホンして踊ったりはしないので、外のねこういう音を聞いて練習するようには意識してて、聞いてください。これはもう聞いたらもうスイッチが入ります。あれ、今はそのスイッチとスイッチをかけてる、やる気スイッチがかかってるってことっていうことです。へえ、はい、全然違うだろう。はい、続いてのアイテムはこちら。ででん、ドン、ドン。カシャ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 。機材です。はい、僕は、ダンス以外にもお仕事があって、写真、アーシャを撮ったりだとか、あとは、動画を撮ったり、もちろん編集をしてるんですけど、その時にはね必ず、必需品ですね、大事なものになります。これはカメラ、今ちょうど撮ってるんで紹介できないんですけど、キヤノンのね、ミラーレスカメラを使ってて、これはそういう入れ物です。で、もう一個こっちはジンバル、ジンバルですね。これも今使ってるんですけど、こうやって動かないようにね、する、ぶれないようにする機械がこの中に収納されております。で、もう一個、これは遠征用で買いました。オズモポケット2っていう、カメラ、これを使って、はい、こういう感じで撮ります。これもね、マイクがついててとてもいいカメラです。はい、続いてのアイテムはこちら。スニーカーです。はい、僕はですね、スニーカーがねすごく好きで、 YouTube とかでもスニーカーをよく買ってる人とか見るんですけど、ちなみにねこれはちょうどこの前ですね、誕生日プレゼントでね、いつもね練習一緒にしてくれたりしてる仲間からいただきました、ジョーダン1のね OG のこの緑のスニーカーになります。めちゃくちゃかっこいいです。まだこれ下ろしておりません。で、もう一個、これも、これは去年ですね、エアフォースワンの、とスプリームのコラボで、これも去年僕スニーカー好きっていうのをみんなね知ってくれてて、みんながもらいました。とてもかっこよくて、これはもう結構履いてますけどね、あまり汚れをつけたくないので、履く時はちょっと考えて履いております。ということで、スニーカーです。続いてのアイテムはいい匂い、香水です。僕匂いがですね本当に気にしててですね、臭いとかじゃないです、自分が臭いとかじゃないんですけど、匂いはね本当にこういい匂いとかにすごく敏感でですね、常に自分もいい匂いでありたいなと思ってて、結構香水いろんなの試すんですけど、今使ってるのはこのねディオールのソバージュ、これすごい人気なんですけど、ディオールのソバージュのパルファムかな、パルファムっていうのはかなり濃い部類になります。結構いい匂いなので、でも結構ねこれかぶってる、はい、なんですけど、これ好きで使っております。パルファム、パルファムって10回言ってみて、パルファム、パルファルム、パルファルム。続いてのアイテムはこちら、ドーン、お香です。はい、僕はねやっぱさっきも言ったんですけど、匂いがね本当にいい匂いのところで生活したいみたいなのがあって、もう部屋に入った瞬間まずお香をてきます。はい、ワンムーブに
こうまず入ると僕匂いに敏感なんですけど、まずお香の香りがするんですよ。あのうわこの匂いはあれだなみたいなっていう時があったりしてて、結構匂い気にしてます。僕が結構あのリピートしてるあのお香はですね、この、まあ、結構ベーシックなナグチャンパですね。これは結構あのいい匂い、結構もう人気ですね。どういう匂い？それ結構おばあちゃん家の匂い、お線香っぽい匂い。はい。のいい匂い。そのいい匂い。でこれはあのなんかシュプリームのお店でも炊いてるって言われてるお香なんですけど、ナグチャンパですね。これ安いです。チェックしてみてください。でこっちは結構高い方ですね。これは友達にめっちゃいい匂いだよって言われて買ったんですけど、ダンボっていうあのお香で、ダンボのこれはポロっていう種類のお香なんですけど、これポロ以外にも何だったかな、ちょっと忘れたんですけど、いろんな種類があって結構ヒップホップに関係した名前がかなり多くて、これはいい匂いですね。めっちゃいい匂い。お、いい匂い。この香は高いです。これ1500円ぐらいかな、まあ、25本ぐらい30本ぐらいだから、お香にしてはちょっと高い高級お香なんですけど、これもねあの自分のこうなんか作業するときとかよくつけて書いてあります。チェックしてください。続いてのアイテムはこちら、酒。はい、ということで僕はですねもう毎日お酒を飲んでおります。昔はですね、あんまり、昔はといっても二十歳ぐらいですけど、最初の頃はあんまり飲んでなかったんですけど、三津先生が毎日飲んでるよ、俺はっていうことで、マジか、じゃあ俺も真似して飲まないとと思って、そこから飲んだらもう止まらず、その日を境に毎日飲んでます。はい。で、続いてなんじゃん。今、僕はあのビールがまず大好きで、絶対ビール最初飲みます。で、三津先生も言ってたと思うんですけども、ハイボール。がすごく好きで、今これ缶なんですけど、ちゃんとウイスキーを買って、ちゃんと専用の氷も買って、あのゴロゴロのロックアイス買って、あとは炭酸水はウィルキンソンに決まってて、そのコップにもう大量にその氷をぶち込んでウイスキー入れてガーって混ぜて、最後にウィルキンソン入れてちょっとだけ炭酸が抜けないように混ぜて、続いてのアイテムはこちら、コーヒーです。はい、コーヒーもですね僕すごく大好きで毎日飲んでます。編集したりとか作業が結構多いので、その時にはもう必ずね、コーヒーを一緒に飲んでこうやるっていうのはもうルーティンになってるので、もうコーヒーは絶対飲みますね。これ一応セブンなんですけど全然何でも飲みます。でも一番はブラック、ブラックです。ブラックしか飲んでないね。はい、コーヒー大事。続いてのアイテムは、ノートブック。はい、ということでですね。ノートブック。ノートブックなんですけど、この、今これは、何でも書いてます。まあ、レッスンでやることも毎回書いてますし、練習のこともこう書いてますし、ですね。悪口とかは、あの極力書かないようにしてます。書いてるやん。嘘、書いてないんですけど、本当にねこう予定とかも書き出さないとちょっとこう飛ばしたりすることもあるんで、その日にやることをこう書いたりして一個一個潰したりとか、やっぱりこうノートに書くことで忘れなかったり、ノートで書くことでこうなんか自分の思う気持ちとかをこう書くっていう作業すごく大事だと思うんで、やっぱりノートは必須ですね。ちなみに僕は無地がですね、無地じゃないとちょっと嫌なんですよ。一応、はい。なんで、まあ、無地でのノートブック。このサイズ感、バチッ。あ、いいや。ポエム、ちょっと書いてるでしょ。ポエム？ポエム。読んでみて。ポエムもちょっとあるんで。いきます。二度あることは三度ある。皆さん気をつけてください。ポエムじゃねえじゃん。続いてのアイテムはこちら、バックパックです。やっぱり移動が多かったり、まあ、レッスンもそうなんですけど、本当に荷物が常に多くて、リュックが本当に大事です。で、この前使ってたリュックがそれこそもうずっと
もう同じやつ使ってて、あのジャンスコのリュックを使ってたんですけど、中がボロボロになっちゃって新しいのを買おうって思って、ちょっとせっかくだからね、好きなブランドのやつ買いたいなって思って、この今使ってるのはシュプリームのこのツリーカモンカバーのリュックですね。めちゃくちゃかっこよくて、一目惚れして買いました。これめちゃくちゃいっぱいポッケも入ってて、すごくいいです。かっこいいですよね。はい、これは僕のお気に入りのアイテムの一つです。よかったら皆さんもチェックしてみてください。はい、というわけで、僕の10のアイテムでした。なんかね、いろいろこう紹介したので、気になったのが一つでもあったら、ぜひあの試してみてください。もし試してよかったなとか思った人は、なんかね、僕に見たよ、あれよかったよ、よかったよって言ってくれたら嬉しいです。はい、というわけで僕のね、10のアイテムでした。バイバイ。皆さん、ワンムーブダンスチャンネル登録よろしくお願いします。